皆さんお久しぶりです。ややぼめいちゃんことめいみーです。ちょっと今日急遽で動画を撮っているので、なんかごめんなさい、部屋着とボサボサのおかげで本当に申し訳ないんですけど、YouTube の動画をずっと非公開にしていて、ここ一月ぐらいで久々に数日前に動画を公開したんですけど、お休みしていた理由はいくつかあって、まず一つはあんまり YouTube を楽しめなくなっちゃってたっていうか、なんかこう毎日動画を上げなきゃみたいな、やらなきゃっていう気持ちがすごくあって、それも大事だと思うんだけど、なんかこう楽しいって思ってやってた時期とは気持ちがちょっと違うなっていうのがあって、なんかこうやっぱりどうせやるならさ楽しみたいし、やっぱ自分が楽しまないと見てくれるみんなも楽しくないかなって思って、ちょっとそういうのもあってお休みしてました。あともう一つが、ちょっとやりたいことが見つかって YouTube 以外に、でそっちにちょっと専念してたっていうのが一つあります。で、まあ、そのやりたいことっていうのが、まあ、ちょっとまた今後の動画でおしゃべりしたいなって思うんですけど、そうね、だからちょっとで、私についてのことを全く今まで言ってなかったなと思って、概要欄とかを読んでくれてる方はちょっと知ってくださってるかなって思うんですけど、それでもやっぱり私のなんだろう、誕生日とか血液型とか、なんかそういうもうざっくりとした自己紹介っていうものを全くしていなかったので、私の好きなこととか今後もっと発信していけたらいいかなと思ってます。で、動画 YouTube を今後どういう動画を上げるかっていうと、まあ食べるのがメインっていうのはきっと変わらないかなって思うんですけど、食べること以外にも私が好きなこと実はたくさんあって、昔からやってることとかいろんな、まあ特技というか私のちょっと好きなことをもっとたくさん発信していけたらいいなと思ってます。やっぱり食べるのを楽しみに待ってくださってる方が大半だったと思うので、やっぱりなんか、他のことをやるのはどうなのかなとかちょっといろいろ悩んでた時期もあって、でもやっぱり自分のチャンネルだし自分の人生だし私がやりたいことをやるべきだと思いましてなのでちょっと今後は食べること以外の私の好きなこともいろいろ動画にしていけたらいいかなと思ってますそうですね。んで、あと一つ本当に謝りたいことがあって、 YouTube を非公開にしてたと思うんですけど、動画を全部ね、でその動画についたコメントが全部消えてたんですね。本当になんか悔しくて、なんかもう悔しいっていうか、なんか本当申し訳ないっていうかさ、なんかね、なんか本当に一番最初の動画からさ、こう徐々にコメントしてくださる方が増えたりとか、ずっと毎日欠かさずコメントをくださる方がいたりとかで、私が頑張れてたのって頑張れてたか分かんないけど、なんかこう動画をねちょっとでもたくさんあげようって毎日思えてたのってみんながコメントしてくださるからだったし、そのコメントを見てすごい明日も頑張ろうとか、編集ちょっとめんどくさいしちょっとしんどいけど今日頑張ろうとかそうやって思えてたから、なんかそれがなくなっちゃってすっごいショックで、もうそれを
見つけた瞬間本当にめちゃめちゃ泣きました。なんか本当になんだろう、なんか、ね、非公開にしたからで消えないでよって本当に。でちょっと調べたらやっぱりなんか一定期間非公開にしてると全部コメントが消えてしまうそうです。本当にごめんなさい。みんながね、せっかくコメントしてくださってさ、私に向けて言葉を打ち込んでくださったのにさ、本当に申し訳ないです。なのでその分もやっぱり取り返すっていう気持ちで今後また頑張っていけたらいいかなと思います。本当にごめんなさい。そうだからちょうど1ヶ月くらいコメントとかは残ってたんですよ、ちょっとだけね。でもほとんどが消えてしまってて、コメントがゼロな状態なんですけど、でも公開したらまたコメントくださる方がちらほらいて心配してましたとか、それを見てもう私はやらなければいけないと思ってなんかいやもう頑張ろうって思いました。思ってます。本当にありがとうございます。なんかね、いや正直チャンネル登録者数もなんかやめた時が多分800人台後半だったんですね。870とかだったのかな。でやめてちょっとお休みしてた間ずっとこのチャンネルも開いてなくて、でも絶対みんな外してるわと思って、もうほぼゼロに近いだろうなって思ってたんですね。で久々に見たらさ、ほとんど変わってなくてなんかいやまあ多分私が YouTube を非公開にしてるっていうことに気づいてない人もきっと中にはいると思うんだけど、なんかこんなに待ってくださってる方がいっぱいいるんだって思ったら、なんかに嬉しくて、なんかもう頑張る以外ないわと思って、なのでちょっと急遽この動画を撮ってちょっと YouTube を早く皆さんにちょっと私の言葉で今のいろいろもこさんいろいろちょっと伝えたいなと思ったので動画にしました。編集もテロップとかもつけたりしないと思うんですけど、私なんか縦で撮っちゃってるし見にくかったら本当に申し訳ないんですけど、最後まで聞いてくださってありがとうございます。なので今後ともよろしくお願いいたします。次の動画はいつになるかわからないんですけど、待っててくださったら嬉しいです。